経営学部の内田美咲こっちが勝ち、うん、経営学部の内田美咲です。総合文化政策学部の北爪ノイです。山口県下関あ山口県下関市出身です。神奈川県横浜市出身です。どうぞどうぞどうぞスプリクワイヤでは主に英語の曲を歌っています。神様を賛美するような曲を歌ってます。礼拝で奉唱することもありますし、年に2回大きいコンサートもあってそこでも歌ってます。推しポイント、なんか全部全力ふざけるのも全力だし、笑うのも全力だし、頑張りたいことがある時も全力でやってて、いつもそういうところが推しポイントですね。私の母と趣味が似てて。そうなんです。私実は日本酒にハマってましてバイト先が和食料理屋さんなんですよ。お客さんに説明するために勉強してたらもうどっぷりハマっちゃって、今おすすめしまくってます。この間飲み行ったねみんなで種類はですね、甘みが強いやつよりすっきりしたタイプ、お食事と合うタイプがやっぱり私は好きで、山口県のだと大峰っていう峰市で作られてるお酒がおすすめです。そうですね、やっぱ地元愛が強いのでいいとこだよね。普段こう全力でふざけ合う友達なので、面と向かって言われるともうちょっと恥ずかしい、でも嬉しい。多いなハートゴスペルクワイヤは毎週2回練習があって、月曜日の6時半からと水曜日の4時半から活動してます。もう隊員募集中なので、ぜひいつでも遊びに来てくださいアットホームな雰囲気で、まあみんなこういう感じですね。ここは割と仲いいって見えるかもしれないけど、もうみんなこう、みんなこうですね。パート違くてもここまで仲良くなるんで、ぜひ遊びに来てください。いつでもね、年中通して入隊見学募集中です。募集中です。おしゃべりです。総合文化政策学部総合文化政策学科2年の服部壮太と申します。国際政治経済学部国際政治学科の2年吉川武史です。彼の推しポイントは高いコミュニケーション能力と、すごい社交性が高いっていうところなんですね。普段からこういうまあ表現な感じなので、すごい面白いって、周りの環境がすごい明るくなるっていうか、一緒にいるだけでちょっと楽しめるような存在なんですね。で、だからなんでそんな言ってる、いや、いいこと言うなと。いいこと言ってる。そう。彼、しかもインドにね、昔はいたもんね。昔住んでた。そう、昔インドにいたんで、ね、英語も堪能でしょ。まあそうね。まあ英検が11級っていうことで、そう、英語もすごい堪能なんで、いろんな国の人ともね、話せるよね。英語限定ね、そんな英語話せるとかも無理だ。ヒンドゥー語は生スケしても生スケしかしない。無理よ。なんでこっちが、俺が悪い。俺が悪い。高校の時から、実はアカペラっていうサークルを見つけて、こう、ぜひ入りたいっていうね、意欲をね、ずっと語ってたんですよ。そう。もうツイッターとかでもう探して、で、アカペラ絶対入るって言って、もう、ね、最初からアカペラだったんですよ。それなんで？ビートボックスやってるって、なんか、もともと、先輩、本当にもう就職もして、世界人になったんですよ。めっちゃマジ有名なビートボクサーがいて、その人みたいに後継者になりたいなと思って入ろうかな。お前めっちゃうまい。俺が知ったのもお前ビートボックスがめっちゃうまいやつがいるっていうのを話を聞いて、それがお前だっていうのは知らなかった。要するにそのいるやつがいて、であそれがハットリなんだ、まあ、ビートボックスイコールハットリみたいな、ハットリイコールビートボックス。あマジで。お前の生のビートボックス見るのって聞くの初めてだよ。その普段その電話とかしてる時にさ聞くけどさ、やんないよ。そうだよね、こんな長めに。でも文化祭でやってたわ。あ、そうそう、あ、それは聞いたわ。ここの時で聞いてね。そうね、しかもなんかわざわざさ遠征行ってビートボックス大会。あ、そう、仙台でね、オーケストフォーだから。そうなんですよ、実はちゃんとした実力の持ち主で、大会でねベスト4出て日本13位になったぐらい。まあガチでやってる。すごいよ、そこはやっぱり。今後の目標か。ビートボックス
だけではまあ食っていけないんで、将来はちゃんと就職して自分のやりたいことをとことん追求して、まあ、その傍らでマジでビートボックスやって本当賞金取れるような人間になりたい。やっぱり音楽関連、就職は音楽関連がいい。ずっとね、アカペラといいビートボックスといいさ、全部こう、なんか、うん、音楽だけど、お前楽器は楽器はやったことない。楽器やったことない、音符も読めない。でも、なんか音程とかめっちゃ合ってるし、で、歌もね、それなりにちゃんと上手いし。それは食べ過ぎや。マジで音痴やからね。いやいやいや、そう、それで、だからやっぱり音楽の才能があるんで、いや、めっちゃ楽しいみたいな、お前将来なんか超有名なビートボクサーみたいな感じで。そうだ、卒業式とかめっちゃ写真求められた。有名人になるだろうから、とりあえず写真だけ撮らせろみたいな。じゃあ今んとこ、今俺求めてる。あとでサインちょうだい。なんで何も言わねえんだよ。考えてた。ああ、ありがとう。今後ともビートボックスマジでなんていうの、チェゲラーチェゲラー、ぜひあの見てください。ああ、ぜひ見てください。活躍を、彼の活躍を、あの彼ね、YouTube やってるもんね。なんか予選動画だけ載ってるぐらい。ぜひあの YouTube 探してみてください。彼がもしかしたらいるかもしれない。半蔵という名前でビートボックスやってるんで、彼の本当に生のビートボックスを見たいよっていう方はそこから確認してて、ご要望があれば私彼のファンクラブ作るんで。作んなくていい。そんなファンクラブ作るほどの顔じゃないから。なんで作るんで、あのもし何かあったら僕に連絡してください。